1941年、ドイツ占領下のフランス、ラ・ロシェル軍港。ヒトラーは強力な U ボート船隊により補給路の封鎖を図り、大きな戦果を上げた。だが、イギリス護送船団に高性能のソナーやレーダーが装備され、撃沈される U ボートの数は急速に増えていった。出撃した U ボートの乗組員4万名のうち、3万名は帰還しなかった。あれがそうだ。総員43名乗艦しております。出航準備完了です。ご苦労副長。出撃だ。覚悟はいいな。はい、艦長殿。紹介しておく。ベルナー少尉、海軍報道部員だ。我が艦に同乗する。見た通りを記事にすると言っている。バカな真似をするなよ。はい、艦長。5分後に出航。出航配置に入れ。親父になってけ。生きて帰ってこいよ。上がります。よし、警報。排気包囲中水。ライダンダック排気放射や警報。しゃー、連結発生。ロック閉じろ。エンジン停止。電動機用意。全員開始。ほら
何をしとる。お遊びじゃないんだぞ。走れ走れ。走らんか。走るんだ。間を空けるな。ボタボタするな。命がかかってるんだぞ。貴様らそれでも走ってるつもりか。女と公園を散歩してるんじゃないんだぞ。もっと速く走れんのか。もっと前へ走ろう。連動機作動。完備。銃上げ。心配するな。どこまでやれるか試してみただけだ。訓練ですか。水中停止。監視15上げ。完備10上げ。そのままだ。停止しました。排気弁閉じろ。排気弁閉じました。ついでだ、タイヤステストをしておこう。監視15下げ。完備10上げ。90メートルまでは保証付きだ。もっと潜れるがね。もちろん限界はある。わかるか。それより深く潜ったらものすごい水圧に押しつぶされてぺしゃんこだ。ああ。ボルトを点検しろ。ボルト点検。異常ありません。水圧だ。分かってる。もっと深く。140メートル。まだ大丈夫だな。150メートル。160メートルですが。ここまでだ。浮上しろ。浮上。監視10完備5上げ。